まあ、子供たちはやっぱり地元の海で遊びたいっていうことをやっぱり言うんですね。次の世代の子供たちが楽しく泳いでくれればいいなとは自分は思っています。この天然の砂浜、みんなが作った砂浜が残ります。残したい人、はい、はい、やるぞー、はい、はい。やっぱりやればできるかなっていう、やっぱ夢は叶うみたいな、カツンと出会ってからやっぱり夢は叶う、夢は諦めちゃいけないみたいな。また来年もこういう風景がまたずっと続けばいいなっていう、やっぱり今年も頑張んないかなっていう。自分たちの力じゃまだまだ無力なところもあるし、大人の人の助けが必要な時もやっぱりあるので、大人の人たちもぜひ来て協力してくれたら本当に嬉しいです。